はい、こんにちは。アルブの木工教室の辻です。僕ら家具を作るとき、板を作るというのがまず一番初めの、工程になります。まあ、椅子などはまたちょっと角材から作っていくような形になるんですけれども、箱物の家具だったり、もしくはテーブルの天板とか、いろんな板というのが必要になります。そういう市販の板というのも、いろいろ、あるはあるんですけれども、今日はちょっとその板を作るということについて、ちょっと考えていこうかと思います。で、その中で特に、ちょっと僕がおすすめしたいのが、フラッシュ家具という形で、フラッシュの、板を、作れればなということで、今後ちょっとその、フラッシュについて、シリーズ化していこうと思います。今日はですね、その家具を構成する板の作り方と種類ということで、まずは、どんな、板の作り方があるのかということでご紹介させていただきます。まずはですね、一つ、無垢材を剥ぎ合わせるというのが僕らの教室で一番オーソドックスな、作り方になります。ボンドでくっつけて、どんどんこう横に、伸ばしていく、幅を大きくしていくというのが基本剥ぎ合わせです。で、長さ方向にはここでプチッと切って、これをどん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 長く伸ばしていくというのは無理という考え方になります。ですので、横方向であれば剥ぎ合わせで板を大きくしていきますよということは可能です。なので、1x4 材、2x4 材、あれも SPF という、材料になるんですけれども、それを横に伸ばしていくということは可能です。まずは、それで一つ、例えばテレビボードだったり、ああいう大きい箱を作るというのは可能ですね。はい、次にですね、ご紹介したいのが、かまちという、作り方です。で、よく、皆さん扉とかで見たことがあると思います。で、どういう構造になっているかというと、1枚の木ではなく、逆にこう、これを剥ぎ合わせたわけでもなく、扉の構造のように、周りを柱、もしくは、縁で、固めて、その中に薄い板を入れる。こういうのをかまち構造と言います。これまあよく家具で出てくる言葉ですね。はい。で、まあ、よく額縁や扉で見られる構造なんですけれども、じゃあ、まあ、その特徴についてはまた後でご紹介させていただきます。はい。次に出てくるのが、フラッシュ構造の板というような形になります。フラッシュって何と、フラッシュって何というと、初めて、耳にする方も多いかもしれません。で、これ、今、表面がツルツルです。まあ、ここが、なんというんでしょう、無垢材の時もあるんですけれども、ここは木の質感の時もあるんですけれども、フラッシュというのは、こういうふうにですね、さっきの、まあ、扉にちょっと似ているんですけれども、枠がついてます。で、枠にべちゃりというふうに、上から化粧板を貼り付けるというようなものをフラッシュ構造と言います。はい。で、さっきのかまち、こちらとも、よく構造がなんとなく似ています。要は周りを枠で固めてしまって、いるというような形ですね。で、かまちの場合は中に鏡板といって、こういう形で、板を、入れてます。で、かたやフラッシュ構造の場合は枠で組んでいて、その上に化粧板を貼り付ける。で、あとでこちらにメラミンというものを貼って、ここの部分を隠してやるというような作り方になります。はい。で、これはまあ板じゃなくて、今ちょっと、分かりやすくこういう少し家具の形をしているんですけれども、基本はこういう面にぺちゃりと、上から化粧合板を貼り付けるというのがフラッシュの考え方になります。この、剥ぎ合わせ材の、メリットから紹介しましょうか。メリットは、まずは、自然の風合いですね。で、例えばこれを横にしても、こちらも無垢材の表面、どこまで削っても、無垢材というのが一つの、一番のメリットですね。やっぱりその見た目にもいいです。まあそういった形で、この木の触った感じというのも楽しめます。で、あとももう一つ、無垢材の一番いいところは、切った後も経年変化していきます。もっとこう奥深い木本来の色に近づいていくような形ですね。今本当に、皆さんその家具への理解、木への理解というものが高まって、僕らの教室ではこちら、選ぶ方がすごい増えてます。はい、すごい嬉しいことですね。
自然のものをそのまま人間がいただいて自分の暮らしの道具にするという形で、こういう形で、まあ、無垢材が、よく選ばれていると。で、片やデメリット、やっぱり生命ですので、反ります。乾燥して割れてきたとか、そういうことも起こり得ます。例えば、梅雨の時期に水分をたくさん含んで膨張するとか、そういった形も、よく聞く話ですね。はい、そういった形で、加工を、ある程度そういう動かない加工をしないとなかなか、まあ、扱いづらいというのも、まあ、木材の欠点の一つではあります。あとのデメリットの一つは、重いということですね。なので、重厚感ある、どっしりと家具を作りたいという方は、こういうものがいいですし、例えば引っ越す機会が多くてできるだけ家具はコンパクトに軽くしたいという方はちょっともしかしたら不向きかもしれません。で、あとはまあ木材のデメリットとしては、なかなかその材木屋さんに行かないと、購入できないというところがまあ一つなかなか、一般の方が木材を扱う、まあハードルになっているのかなというような形で考えています。で、僕らの教室でも、できるだけ、まあ、そういったお声に対応できるように、厚みを、ある程度に削った材料などをまた販売してますので、また興味のある方は、お問い合わせください。まあ、本当に、まあ、僕らとしては木材が、一番こう市場に出て皆さんがこれを簡単に加工できるような世の中になったらいいなというふうに考えています。で、次に、こちらの窯地構造ですね。これで板を作って、この板を組み合わせて家具を作ることももちろん可能です。メリットになるんですけれども、まず反らないというところですね。その反りの影響がかなり、軽減されます。こっちは繊維方向は縦に通ってますし、こちらは横に通ってます。中にこう溝が掘ってあって、そのクリアランスの中で遊びがありますということでですね、まずは、反らないということがメリットの一つ。あとはさっきのここが全部木だったものに対してすごい軽いです。中には薄い板がはめ込まれています。今これはこういう、まあ、はめ板ですね、フローリング材のようなものが、入っているんですけれども、それだけでも十分軽くなってます。で、例えばここそのはめ板じゃなくても薄い合板でも全然問題ありません。で、例えば、これで箱物の家具で、棚板を作りたいと、例えば2段の棚、こうやって こうやって日本の日みたいな中に1本棚板が入ったものを作る場合どうするのと言ったら、ここにもう1本この釜地の枠組みの材料を入れます。で、そこにもう1本釜地を横にして、で、上にも釜地にして、そういう形でですね、箱っていうのを、作ることもできます。これもですね、実際釜地っていうのもよく、ヨーロッパのアンティークなどでも、見られる形ですね。はい、アメリカとかでもよく見られます。はい、1枚の板をドーンと使うんではなくて、こういう形で、使ってあげると。はい、まあ、そんなところがメリットで、デメリットは一つ、手間がかかる。はい、というのはですね、この枠組みに溝を掘り込んでその中に板を入れる、まあ、言ったら簡単なんですけれども、やっぱり、これで板を例えば、東西南北側板側板、天板底板作ろうとしたら、なかなかやっぱりちょっと手間がかかります。ということで、一つ手間がかかるというのが、デメリットの一つなんですけれども、この窯地でもよく家具は作られます。で、材料費を抑えたいという時にはぜひ、まあ、この窯地構造、そのトリマーみたいなものがあったら、簡単に作れますので、まあ、ちょっとこの窯地っていうものがあるということを、一つ覚えておいてください。フラッシュ材、フラッシュにも主に大きく分けて2種類あります。フラッシュのこの構造についてなんですけれども、まあ、大きく分けて無垢材のフラッシュというのと、ポリメラミンというフラッシュという、その大きく分けて2種類フラッシュがあるというのをちょっと覚えておいてください。でですね、無垢材のフラッシュに関してはこちらの芯材ですね、僕らは芯材というんですけれども、これをまず簡単に、まあ、どうせ見えなくなるので、これをホチキスみたいなもので止めてしまいます。タッカーですね、実際はパンパンパンと、ここはもう見えなくなりますので、で、その上に化粧合板を貼り付ける、はい、基本は、まあ、フラッシュというのはそういう構造になります。で、フラッシュで面白いのはこれ中空洞です。中が空洞です。で、例えばテーブルの天板にしたいと
テーブルの天板をフラッシュ材で作って安くコストを下げたいという時に、じゃあこの中空洞なところベコベコへこむんじゃないのという形になるんですけれども、そしたら芯材を足したらいい。あるいは、これが面白いんですけれど、ちょっと段ボールのような、ハニカム構造みたいな、その何というでしょう、受けをですね、この中に入れてやることがあります。まあ、僕らの場合は、一般的に無垢材でやるときはそのシナベニアとかで合掛けした形で、中に芯材を入れてやるということがよくあります。このフラッシュ材というのは、中が空洞のものが多いです。だから一つメリットとしては本当にすごい軽いです。はい、で軽いというのが一つで、もう一つのメリットは材料費がすごい安い、はい、というような形になりますね。あともう一つ、無垢材の一番大きな欠点だった反りです。反りに関してもこういう構造をしてますので、一番まあ反りが少ない形の構造になりますね。はい、それがまあ一番大きな、メリットの、部分です。じゃあデメリットは何かというと、手間がかかる、コストに関しては、本当に安くできます。はい、ではですね、こういう方法があるよということで、ぜひお勧めさせていただこうかと思うんですけれども、本当に DIY とかで、一歩進んだものを、作ってみたいという方には、ぜひお勧めする方法です。で、その作り方っていうのは、またちょっと次回にさせていただいて、今日はまあいろんな木の種類ということで、無垢材から自分で作る、板の構造ということで、紹介させていただきました。基本は、板材料ができれば、あとはどんどん箱もできていきます。箱のような家具もできていきます。いろんな、あとテーブルの天板も自分で作ることができると。好みに合わせて自分で選んで、こういった例えばツルツルした表面のものを貼りたい、無垢のような質感でもっと安く仕上げたい、そういった方にはこのフラッシュ構造というのはすごいおすすめです。はい、じゃあまたちょっと次回お楽しみに、お待ちください。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ベチャッともう一気にくっつけてしまうと乾くのが結構早いので、はい、こんな形でですね、左右にちょっとクリアランスそこだけベコベコしたりしますんで。